こんにちは、ブルーホースです。ということでやってまいりましょうか。100年目に破産する社長、ブルーホース、やってまいりたいと思います。21年目ですね。前回でようやく5分の1消化しきったというところで、まあ、この実況大変でさ、もうね、毎回さ、こんなテンションでさ、もうほぼ絶叫しながらですね、ずっとベラベラノンストップで喋ってているっていうこと自体が起こっているっていう、もうね、わけわからなく喋ってるでしょ、もうこの時点ですでにさ。で、ベラベラ喋りすぎて、もうね、本当に頭が回らない、もうずっと酸欠状態なんですよ。長浜ですね、はい、新快速の終着点になりやすい、長浜でございます、ね。ということで、はい、折り返し地点6、ということで、こっちの方に向かってまいりましたね、ありがとうございます。ということで、あなたに安い付き合わせ、違う。残り3か。今、本当にこのプロ根性がないというか、もう本当に、3、2、ここで2位なんか出したところで、なんも面白くないですよね。で、トヨタサッカー、自動車工場7000億、さすがですね、さすがトヨタさんですね。よっしゃー、名古屋、いいドリフィンズ、違う、なんだったっけ、野球は、ドラゴンズか。ドラゴンといい、ドルフィンといい、よっしゃ、いいですね。そして、一気に手持ちカードがあれだ、手持ちの金額が150億という、ものすごい恐ろしい額になる。前回のね、最後の方で55億という福の神のね、おかげでですね、手に入ったっていうところもありましたから、はい、そんなおかげでね、あ、でもさ、こいつがじわじわって、めちゃめちゃ近づいて、最下位だったらってことですね。まあ、今の最下位ね、20年目にして、恐ろしく最下位を目指している、目指したというか、もう最下位になっちまったこいつがね、これ、なすりつけるんじゃない？なすりつけボンビー。あー、なすりつけボンビーしてきやがった。なすりつけボンビーか。残り3なんだけどな。これ逆に、あ、でもそっか、遠回りもできるから、だったら、新幹線、のぞみ周遊で、なすりつけをし、たどりつけたらあれだけど、たどりつけないんだったら、なすりつけボンビーをしていったら、OK。ってことは、まず、ちょっと待ってね、なすりつけボンビーできるこれ。ちょっと待って、あいつどこ行った？おい、世界三大美女、世界三大美女どこ行った？あれ、マジ世界三大、あれ、三大美女どこ行った？あ、三大美女こんな近くにいるのか、こんな近くにいるんだけど、うわーどうしようかな。まあいいや、とりあえずなすりつけましょう。もう貧乏暇なしということですね。何言ってんの。もうちょっとね、今なんかこう、いろいろ食らうわけにはいかないんですよ。ちょっと粘着テープとか、ありがとうございます。4500万円。ちゃっちゃっちゃ。でもな、これでな、特急周遊とか使ってなんかたどり着いてきそうなんだよね。だよね、特急カードか。特急カード、わ、これ着いたじゃね？ギリギリついてないか、着きはしないのか、いやーんって言っちゃう。着いちゃ、いやーんって。さあ、で、これで多分普通にまっすぐ行っても、あー、俺にぴったりつけてこないんかーい。つけたらよかったのに、まあどうせあれだよね。あれ、ちょっと待って、これでなすりつけられたら、あれ、あー、大丈夫だ。あー、そっちに行くんか。あ、いや、オッケー。で、これでじゃあ、7マスになっちゃったから、望み周遊ですね。はい。もう、ゴールにたどり着けないくらいだったらね、はい、これで常滑にたどり着くことができなーい。マジか。しかも、そして買うこともできない。どうしようかな。これ、あ、これさ、こうして、今度また豊橋に戻ることになりそうだな。あ、ちょっと待って。あ、ちょ、間違えた。これさ、こうして、こうして、こうして、あ、名古屋買えないんだ。あ、違う、俺が圧倒的に買い占めてたからだ。ごめんなさい、失礼しました。ということで、小銭を稼いでいきましょう。1億2000万円ですね。なお、ありがとうございまーす。ちょっとシンキングタイムだったね。はい、4月、7月、皆さん7月派、4月派、どっち？わかんないけど、とりあえずなすりつけて逃げていくよね。そしてうんちもプリッとするよね。もう全く仕事をすることができなくてかわいそうな感じになってきて、これゴールしたんじゃね。しかし、ものすごい勢いで逃げて、そして帰ってきた。お帰りなさい。あ、たどり着くことができなかったのね。あー、残念ですね。じゃあこれ、まあ隣にいるんで位置が出なかったら、まあ位置出しちゃうんだよね。俺位置出しちゃうんだよ。ありがとうございました。
ます。素晴らしきかな人生、私のために桃鉄はあるようなものでございますね。昭和、平成、令和、1926年12月25日から現在に至るまで約100年間、本当にこれまでの天皇様に私たち日本を支えていただきまして、どうも誠にありがとうございます。私が新時代を切り開きましょう。新時代はもう未来だ。わかんない、あの歌詞めっちゃ適当にしちゃったり、ちょっとね、あ、ほら、あのフィルムレッドだっけ、やめとこう、うん、あのほら初対面の女の子がさ、僕の服装や髪型やらをさボコボコに言ってきてっていうのをブチ切れたっていう話したじゃんか。なんかあの今さ、そのね、まあ、フィルムレッドも1回しか見たことないけどさ、あのそんな1回しか見てない中でさ、あの批評するっていうのはちょっとあまりにもおこがましいかなと思って、ちょっとね、あの遠慮しました。はい。まあでも今の反応をあの聞いていただいた時点でですね、ああこいつそういうことだなっていうふうに思われてるかもしれないよね。まあそんなことは気にしちゃダメですよ。はい。ということで、残り25マスなんだけど、とりあえずまあ望み周遊がありますんでな、これも望み周遊もなくなったら辛いところだよな。あれ？お！びっくりしすぎて鎌倉時代に到着でーす。ローストビーフ、ビーフスカトロ、違う、スカトロじゃなくて、なんだっけ、ビーフガロンなんとか、ビーフガロンドロフとか、なんかそんな名前があったよね。ビーフスガロとあれは分かんない。ガロンドロフにしろ、スカトロにしろ、ちょっとまずい言葉がいっぱい飛び交ってしまったけどね。はい、行きましょうか。ということで、ウンチッチパンチッチグロホス社長でございます。オッケー、よーく、ゲットー。これでもや、そっか、間に誰かがついちまったのか。まあ、いや。とりあえずあの貧乏人同士であの貧乏神をあのなすりつき合ってくださいな。6つ、ズンチャカズンチャカ、6つ、ズンチャカズンチャカ、6つ、ローストビーフー、三浦大根、三浦マイルド、三浦大地、うんぱかうんぱかうんぱっぱっぱ、うんぱかうんぱかうんぱっぱっぱ、みのり秋迎えてブランドマイ、八家に臨時収入、はっ、すぐ小銭稼ぎ上がる。まあ俺の稼いでんだけどね、あの1年間のなんか臨時収入とかって毎月4500万円の収入が入ってくる。マジで毎月4500万円の収入があったらもうすぐにね、もう家とかボコボコ買ってさ、もう、別荘とかも買ってさ、いろんなところを転々とするよ。もう仕事しないっすよ、僕。もう仕事しないでさ、子供と一緒にもうずっと過ごしたいですよ。もうほんと子供ラブ、娘ラブっていうところだからさ、ねえ。さあ、なすりつけて、どっか行っちゃうよね。で、どこまで行くんだっけ、ムツか。足の血。お、ってことはマイナスの血。ありがとう。お、故郷はあったけーら。ということで、カードバンクで星飛びましょう。そしたらなんかカード買っとかないといけない気がするんで。あ、それさんじゃん。前も言ったけどね。うん。暗黒たまたまのやつで出てきたっていう。買う。で、わーお。あれ？あー、そうか、急遽周囲か。特急を、特急を買うだけ買っていこうか。2億、あ、これで3枚買えんじゃん。よし、8000万。8000万。ありがとう。そしてもう一つ8000万。よし。出て、カード8枚になりました。売るか買うかしてくださいっていうところですね。はい、じゃあやめましょう。はい、なお、4500万円ありがとうございます。ただでカードも手に入り、まあこれまで買った積み重ねのおかげなんだけどね。あー、これで待って、じわじわ近づいてくるんでしょうね。はい、ゴリゴリしてください。でも、多分あれだ。あの、先っぽのなすりつき合いだ。先っぽのなすりつき合いしてくれてる。ま、マイナス1万10万円。よし。え？裏切られてやんの！ここまで来れたらお前のおかげだ。だがしかし、10倍は変わらないってか。うん、残酷の天使のテーズですね。そしてさらに18を出して逃げられると。はい。もう17か18を出すしかお前には逃げ道はないってところですね。何お前、せっかくさ、地元の人がお金をゼロにしてあげたのにさ、また借金背負ってんの？地元の人たちの気持ち考えたらよ。何しとってん、マジで。これで、じゃあいいですわ。サイコロ振りましょう。はい、くる。はーい、もう私しか勝たん。もう、本当俺のために人生ってあるようなもんですよね。そりゃそうだ。みんな自分自身の人生過ごしてる。あれ、こんな10月のクソ寒い季節にさ、そんなあの肩出したスタイルしてて大丈夫だね。そこからあの冷えてさ、なんかあの1月か2月だったかのニュースで忘れたけどさ、あの札幌、なんか雪がめっちゃ降る日にさ、わー、スペシャルカード。いや、もう ここまで来たらスペシャルカードしちゃいましょう。はい。特急カードの方がいいかもしれないけどね。うん。
なんかめちゃめちゃ寒い中でさ、ウェディングフォトを撮ってるっていう、なんか傘さしたり、ささなかったり、ラジバンダリとかしてるやつでさ、イカ寿司。イカ寿司。イカもさ、美味しいイカってマジで美味しいよね。100円寿司レベルだったらさ、濃いイカがめちゃくちゃ好きなんだよね。やっぱなんかね、歯応えっていう意味で、いろんな歯応えを感じられる、あれが好きです。あればっかりなってんだ。もうだんだん健忘症か。大丈夫か俺の頭は。うん。ゲソ。ゲソが大好き。さあ、陽気日。もうなすりつけることもできないから、たたたたたたー、ボンビー。あ、めちゃめちゃいいじゃん。ああ、運がねえ。1億3000万。はい。せっかく稼いだのにね。うん。一言でーす。お前、ほんとマイナス好きね。なんでその借金背負いたがるの？なんなの？罰ゲームか何かかな？違う、間違えた、間違えた。カードで、星飛びましょう。物件飛びでもいいのかな？あすか。7マス。なるほど。物件飛びの方が、物件飛びで近づこうか。そうだよね。物件飛びだと、しかもさらにもっと近いのが、諫早湾じゃないですか。諫早湾飛んでいきます、湾。ブブブブブブ。このさ、飛んでいくこともできればさ、地上でも足の速いカードを持っているっていうのがマジで最強だよね。うん。よし、じゃあまとめがいい。ハンドタイ、フルーツゼリー。フルーツゼリー。いやー、フルーツゼリーとかさ、もう子供に食べさせるのも最高だよね、本当に。うん。なお、4500万円ごちそうさまでございます。さーて、果たして12月からどんな波乱な人生が待ち受けているのでしょうか。さあ、あなた特急周囲でこっちの方に向かってきなさいよ。はい。太平洋をめぐって、パシフィックオーシャンピース。あれ、オーシャンパシフィックピースだっけ？おっぱっぴー、OPP。あ、おっぱいっぱいか。そこでたどり着くでいいのか？あれ？そこでいいのか？おや？陰謀が見る様子が、まさか？まさか？いや、ここは、ベビーボンビーからの、ポコンですよ。ポコン、ポコン。あれ？あれ？あ、ただのキングボンビーか。なんだ、ただのキングボンビーか。キングボンビー、来月、下バタしてる。何？いや、違う。そこはさ、何？お前もうやりたいのか？なんとも、いいやつですなぁ、つってさ。しかも、ほっか。しまった。特急カードを捨ててスペシャルカードにしておくべきだった。てか、パトカードいらないんじゃない？もう、スリの銀次で全部奪われたところでさ、どうせ3月、4月にさ、もうボコッと、うわー、左側にハウステンボスが見えるでこんすね。俺よりも地形じゃねえか。なんて羨ましい。あと5マスなんだけど、これは、ぐるっと回る方がいいのか、5を出した方がいいのか。これは、もう、あれですね、5を出した方が良さそうなので、5を出します。はい、ごちそうさま。おー、惜しいな。お尻とお尻でお知り合い、佐世保なのか、ハウスヨーロッパ、もうオランダでいいじゃねえかよ。佐世保バーガーなのか、有田焼きは買える物件が少ないからこっちでいいかな。ここでタタタタタタタ。で、次のターンですね、あれ使います。特急カードでブルブル回っていこうと思います。でもなんか今回こいつゴールしそうな気がするんだよな。まあゴールしてもいいけどね、もうたまにはね。うん。どうせこいつが貧乏人のまま変わらないんだから、はい、特急修理じわじわ近づいてください。頑張れよ。あ、33マスもあるんだから、ほら、18でも出せよ。あ、でもそこそこいい数字があったら、18分の13だったら、まあまあいい数字だね。うん。6分の1以上は、あ、違う、6、違う、何言ってんの？ 3 分の2以上の数字を出すことができているからね。そうそう。だから12以上を出すことができれば、13か。ね、66の2やったら急行でマックスで出せるから、13以上の数字を出すことができれば、まあ勝ち組なんじゃないかなと思うけど、おお、私これは一体どういうことが起こるんだ？まさかの全ての物件をバカバカ、さよならバイバイ。お前はすでに借金人生を送ることに、ん？え、なんで今それ使うの？わからん。あ、でもこれでなんかたどり着けそうだね。あー、たどり着くことができたんだ。うわ、すごい、おめでとう、素晴らしい。ちゃんと考えてるんだね。うん。いや、マジで丸々に行くカードは辛いな。しかもさ、周遊系カード全部失っての丸々に行けるでしょ。そこに行かないとさ、ね、いやー、大変ですわ。イエローカード、カードで逆転しろよっていうのがね。なんか、シンプルに金奪われるよりも丸々に行けの方がなんか人生積んだ感あるよな。お、出た。長浜。一回新快速に乗って新大阪からね、ブーンって2時間くらいかな。2時間もあったかな？一応1時間半くらいか。ぶっ飛ばして行ったよね。でもさ、行ったのが1月5、おー来た！ 1 年間でカード転売で行った金額1億6000万だ。ありがとうございます！ 2 年に1、ん？今後2年に一度1月持参してまいりましょう。は？え、なんでそこ急にケチったの？まあいいけどさ、別に。なんか急にケチり始めたね。まあ、結局、2年に1回だろうが、1年に1回だろうが、入ってくるお金は変わらないんだけど、舞鶴。
こっちの方、結構、なんだっけ、雪がすごかったりするんですけど、同じ京都でもさ、京都の南の方とか全然ないんだけど、万願寺唐辛子。めちゃめちゃ辛そうだな。オッケー。次あれかな、やっぱ記念の神様が来るのは、100件物件を独占したらなのかな。わー、頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ。え、そっち行くの？さあ、何が起こるかな？バービラスな世界へ行こう。どこどこに行けみたいな言わされてるにもかかわらずさ、さらにさ、ああ、よかった。ただの借金か。ただの借金生活でよかったね。さあ、これ、59億ほー、これで一気にあれだね。また、うわー、一気に逆転しそう。これまた順位が2位と3位入れ替わるんじゃないか。うん。まあ、2位と3位でごちょ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 やってってくださいよ。はいはいはい。頑張れ頑張れ。長い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 。社交考えて社交。はい。おー、去勢してた桂小五郎さんもいなくなっちゃいましたね。ああ、やっぱ三浦のボイラー。ふん。私は毛利小五郎。ふんって。はい、残念でした。渋沢栄一もいなくなりましたね。陽気費もう、うわぁ、売る物件もないのにマイナス12億も背負っちゃって、お前の人生お先真っ暗でございますね。頑張れ、陽気費。なんとか美女だろ、美女だったら美女なりのやり方があるんじゃないか。うん、頑張ってレジ打ちするとかさ、頑張れ頑張れ。うん、ということで、あと7マスですね。ということは別に今何かを使うとかっていう必要もないから、じわじわ回ってまいりましょう。2、あーか、あ、ちょっと待って、新幹線、今刀狩りで欲しいカードもないしな。とりあえずこれで何が手に入るかかな。お払い。うわぁ、なんだよ、これあれじゃん、ピースの又部じゃん。又部じゃねえよ。又吉と早部が合体しちゃった。誰だよ又部って。いやーんだよ、本当にいやーんだよ、間違えちゃったよ、ごめんごめん。違う違う、ほらピースのさ、又部がさ、お笑い見に来ませんかってチケット売った時にさ、え、お払いですかって言われたっていうね。なんだ金竹だか金竹だか金竹だか分かんないのがなんか出てくるけど、さあ果たして一体どうなるか。またあれかな、キーコビー、よっしゃー、オッケー。借金がどんどん膨らんでいきますね。特製例でぶつかっておきましょう。よかったじゃん、さっき59億だったね。13億も借金をしらって済むんだよ。マシじゃん、マシじゃん、46億なんて。実際46億っていう金があったらさ、人生どんな風に過ごすことができるんだろうな。本当に、ああ、そこまで近づいたのに、結局小銭かそんなに手持ちある。おー、ブロス社長、おー、ありがとうございます。大半チキン。ってことは、雷神社長、はい、ありがとうございます。遠ざけて死んでました。あれ、これ近づいてってね、大丈夫。遠ざけていってください、熱海。熱海はドラえもん、焼肉ロードを食べましょう。お、オッケー、たったからたったーたーたー。やっぱりあれね、粘土の最後にこう送ると助かる、パスカル、うん、ヘクトパスカル、だけの助かる。オッケー。じゃ、住民、どういうことやね、だけの助かるって。16億、19億、オッケー。じゃ、それでは皆さん、こちらへお進みください。新しい目地か、スルハシトッポギトッポギ、あ、ちょっと待って。いや、もう、独占してるところなんだよな。独占してるところはもういらないんだよな。あ、しかも買えない。ちょっと待って、ちょ、そうなると2億、2億で、12億。じゃあ、こっち6億にしましょう。オルゴール好きなんだけどな、オルゴール好きなんだけど、オルゴールを見ると、バイオハザード、コードベロニカのさ、レッツプレイゲーム、オー、アレックスイヤーつって、イカれた男の顔しか浮かんでこないからね。お待たせしましたー、よっしゃー、オッケー。それで今回の収益額は112億。あれ、あ、バイクには増えてる。あれ、そんなことはないか。そんなことではないのか。はい、オッケーでございます。マイナスになってるね。例えば、だって50何億からさ、一気に3億に減ってるもんね。はい、ありがとうございましたー。陽気ひー。陽気ひー。1335億ですね。いや、いい感じですね。まあ、でもね、目指せ1兆、1兆って言われてしまったからね。陽気ひが一気に陽気ひが、マイナスになってしまってるね。あ、そっか、でもギリギリ収益だけはあるのか。はい、ということでね、21年目の方が波乱が起きましたな。はい、ついに陽気費陥落していて、もう手持ち札がありませんということで、はい、これからどうなっていくのか楽しみではあるんですけれども、私は相変わらず独走を続けてまいりたいと思います。では、また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。チャンネル登録もよろしく。バイバイ。